はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、こちら僕らにはおなじみ金華堂さんにお邪魔しております。本日いただくメニューはもう目の前には来ておりますが、こちらの金華堂さん冷やしのメニューも結構ありまして、やっぱね、夏になったら食べたいじゃないですか。ということで本日はですね、こちら冷やし中華野菜という、いわゆるね、冷やし中華を金華堂さん風にアレンジしたこちらのメニュー、デカ盛りでですね、おそらく総重量 6.5 キロぐらいあるんじゃないかということで、こちらのですね、夏季限定のメニューをチャレンジとして挑んでいこうと思います。でですね、本日チャレンジということで、通常ですね、こちらの金華堂さんのチャレンジメニューは全メニュー共通で制限時間が45分みたいなんですけれども、まあね、今回は 6.5 キロといえど簡易はしなくていいみたいですので、30分にしちゃいましょう楽しみが2割で、チャレンジのガチ感が8割ということで、本日の動画進めていきたいと思います。じゃあもしよろしければ3秒前から何か掛け声いただいてもよろしいですか。はい、はい、お願いします。3、2、1、スタート。はい、すいません、いただきます。よし、ということで、まあ冷やし中華なんでね、具材が結構あるけど、名前の通りね、これ野菜豊富でございますね。野菜多いな、すごいな冷やし中華なんで、早速ちょっと麺先にいっちゃいますか。やば、折れそう、箸がいくな、これうおー、でげー、密度すごいな。いただきます。あ、うまっ。今年初めて冷やし中華食った。ね、味は冷やし中華らしい、ちょっと甘酸っぱいね、醤油ベースの感じですね。やっぱ普通の冷やし中華と違って野菜が結構乗ってるんで食感がいいんですよね。だからこう麺と一緒にね、野菜あえて食べるのが一番美味しいかも。あー、シャキシャキしててうまっ。あ、でもやっぱりゆで野菜だと普通の冷やし中華、いわゆるあの錦糸卵とかいろいろ乗ってると思うんですけど、それよりもね、なんかね、さっぱりして食べられるかも。ちなみにですね、今回のこのデカ盛りは麺だけで10玉入っておりますやばいね、これ。ほぐしてもほぐしても麺がね、溢れ出てくるよ。普通のやっぱり冷やし中華よりも全然こう食べ応えがあるんで、並盛りだと本当に満足感、普通の冷やし中華よりもあると思うんですけど、デカ盛りにするとすごいラスカルの一すすりがすごい一すすり多すぎる、すごい一すすり半人前ぐらい吸ってますよね、このペースだとお酢、ありがとうございます。このあたりでね、味変にこれ柚子胡椒をいただきましたんで、これをちょっとね、うわ
うまそう。あ、やっぱ香りいいですね、柚子胡椒は。いいね、風じゃない、いや癖でしちゃうんですよね。僕もよく見てます。うまっ。あ、柚子胡椒うまい。例えていいんだろうな、みんなに分かりやすく伝えるとちょっと違うけど、柚子大根みたいな甘みと酸味と、でこの柚子の香りとね、さっぱりとした風味になって合うよ。めっちゃ合う。ていうか、むしろなんか柚子胡椒入れると甘み際立ちますね、なんか不思議と。はい、あ、これうまっ。練りがらしっていうこうイメージが強いですけど、そう、確かに冷やし中華だと、いわゆるからしがね、メジャーですけど、柚子胡椒も合う。減らない。あー、手が痛い。いつもいただいてるね、金華堂さんのデカ盛りメニュー、結構ラーメンというかね、汁物が多いと思うんですけど、もちろん冷やし中華のやつね、もうほぼオール具材なんでね。てか、すごい。やっぱりね、毎回冷やし系をいただくと、ほんとそうなんだけど、胃もね、筋肉なので、冷たいもの食べるとすっげー固まるんですよ、体がね。だから本当に落ちなくて結構苦しいよ。お腹がね、落ちていかない感じだね。なんかいつもと違って、飛ばそうと思っても全然飛ばせないですね。やばいな、冷やし。久々にやったけど。暑い夏の日とかに食ったらすげえ最高だと思う。みんなはね、普通の並盛りで楽しんでください。そうか、もう15分か。やばいんじゃないのこれ。ということで、ただいまですね、20分超えたあたりぐらいで、ほぼね、麺を完食しました。で、会員のやつではないので、一旦ね、残んないように具材、ちょっと別皿に全部移させていただきます。あ、麺全然あったわ。麺全然あった。まだね、残ってますけど、全部取り分けちゃうと、時間が足んなくなりそうなんで、こっち食べちゃいましょう。よいしょ。あ、でもやっぱり前半のもうシンプルに野菜だけの味も美味しいですけど、後半のタレが染み込んだ野菜もうまいっすね。
ちょっと時間が過ぎましたけど、ちゃんとしっかりね、野菜取らせていただきますね。ごちそうさまでした。ということでですね、結果は31分と26秒ということで、まあ自分のですね、設定した30分には届きませんでしたが、まあただしっかりとですね、トッピングのお野菜たちなんかも完食できたので、良かったかなと思います。はい。ということでですね、本日は金華堂さんで冷やし中華野菜を食べてまいりました。おそらくですね、僕の動画公開は、まあ、1ヶ月かかるかかかんないかぐらいなので、皆様にですね、この動画がお届けできる時期は7月入るか入らないかぐらいだと思います。多分夏本番になっていると思いますので、この金華堂さんのね、この冷たい冷やし中華野菜で暑い夏をね、過ごしてください。乗り越えましょう、一緒に。で、前回ね、個人的にね、マックスさんが全品制覇目指してみたいな動画をね、やってた時に、この金華堂さんは異次元のうまさだと、まあお話しした部分があったと思うんですけど、僕はちょっとそこに異論がございまして、金華堂さんはね、なんていうのかな、日常的な美味しいに、プラスね、お店の美味しさが加わったような、なんかね、親しみのある、なんか通いたくなる、そんなね、素敵な味を作ってるラーメン屋さんですので、皆さんもですね、まあこの動画を見て、まあ遠方の方とかになるとね、特別っていうところはあるかもしれませんけれども、こう日常使いと言いますか、常にね、通いたくなるような、そんなお店なので、僕らはね、デカ盛りばっか食べてますけれども、皆さんは日常的に並盛りメニューをね、いろんな種類食べていただければと思います。はい。まあこれはね、個人の感覚の違いなので、マックさんは異次元のうまさ。で、僕はこんな感じですよ、と。まあご参考までに。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは概要欄から合わせてチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画はですね、久しぶりに金華堂さんでチャレンジメニューに挑んでまいりました。今回ですね、挑ませていただいたのが、夏季限定で販売している、冷やし中華野菜という、まあ、このね、野菜が大量に乗った新メニューを、まあ、チャレンジメニュー形式でね、すり鉢でいただいてまいりましたが、とても美味しいんだけど、やっぱりね、この野菜がどうしても散ってしまうチャレンジメニューは、大変だね。店主さんもね、すごく優しくって、30分直前の時点でもうほぼね、具材がなかったので、もうチャレンジ達成ですよ、なんてお声掛けをいただいたんだけれども、やっぱりね、チャレンジメニューというところもあって、まあ、ちょっとね、この、もやしとかね、まあ、見える野菜が残ってんのに、こう、完食にね、ちょっとするのが嫌だったので、失敗、してでもね、これを食べようと思って、まあ、結果的にこんな感じになってしまいましたけれども、まあ、多分ね、コメントの方にはこう喋らなければ2分以内だったからクリアできたんじゃないのって多分ね、言われるかもしれないんですけれども、まあ、あくまでね、この新メニューの販売ということで皆様にもね、味だったりとか、まあ、どんな美味しさなのかっていうのもお伝えしたいので、まあ、これは、あくまで必要事項というところでして、多めにね、そのあたりは見ていただけると助かります。で、ちょっとね、最近というか、今週の撮影がですね、3本、連日で入っておりまして、僕ね、動画とかでもお話しするんだけれども、普通にね、大食いをしすぎると太るんですよ。前回のね、テレビの大食い番組に出る際に、まあ、調整期間に入ろうと。で、自分の体重をね、久々に測ったら80キロぐらいになったりとか、まあ、そんなこともあったので、僕ですね、こう、連日撮影すると普通に顔とかもね、めっちゃむくむんですよ。だから、3日連続の撮影はですね、確実にもう 120% 顔がむくみますので、3週間から1ヶ月後のこの動画の一部ではですね、とても顔がパンパンな僕が出てくるかもしれません。そのあたりはご了承いただければと思います。そんな感じかな、今日は。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。